さて、富士市のほうじ茶の魅力を知ってもらおうと、新富士駅でキャンペーンが行われました。富士市のほうじ茶になります。安心してください。新富士駅の構内で富士の茶娘が駅の利用者にほうじ茶を振る舞いました。富士市は3年前、富士市ほうじ茶宣言を発表して、ほうじ茶の消費拡大を目指していて、今回のキャンペーンもその一環です。緑茶と比べてすっきりと喉越しが良くて、夏場にめちゃくちゃ飲みたいものだなと思いました。美味しかったですね。飲みやすくて。Okay. Very good.富士市を訪れた方に、まあ、お茶もそうですし、お茶を買ってもらって、でまた、地元に帰ってもらえればいいなというふうに思っております。富士市では今後も積極的に富士のほうじ茶の魅力を PR したいということです。